ははいいおはようございますキャプテンスのバイブルトークです。えー、7月の30日ですか、今日うは。人、えー、の働きの17章1から15までです。えーうん、パウロとシラスのコンですね。えー、第2回宣教旅行ですけども、えー、このピリピからですね、えー、また先に進みます。 パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行ったテサロニケ教会ですねテサロニケに行きましたそこにはユダヤ人の街道があったパウロはいつものように人々のところに入っていき3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったと言いますそしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのです私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと 説明しまた論証したとあります、えー、これ大事なことはですねこの聖書に基づいて論じ合うともちろんこのパウロが言っている聖書は、えー、旧約聖書ですでも私たちも変わらないですね。私たちは旧約聖書新約聖書両方を使って論じ合う必要があると思いますそして、えー、こう聖書を使って説明し 聖書を使って論章すると何を論証するかというとイエス・キリストが、えー、救い主であるということイエスこそキリストであるとねキリストイコール救い主ですよね。でそれを受けてですねある者たちは納得してパウルと知らずに従ったそれは神を敬う大勢のキリシア人たちまた家内の数の有力な婦人たちも同僚であった。 また二つに分かれます。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして街を混乱させた。そして、ヤソンの家を襲い二人を探して集まった。開始の前に引き出そうとしたとあります。妬みに駆られたユダヤ人ね。妬みに駆られたユダヤ人たちはのために駆られるというか。だからここでもね。この書き方が。 ユダヤ人が、まあ、この後出てきますけどもユダヤ人が全部悪いわけじゃなくてユダヤ人の一部のユダヤ人がそういうことを、まあ、しましたと、えー。で逃げるわけですね。で二人が見つからないのでヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき大声で行ったと。世界中を騒がててきた者た者ちがここにも来ています、ね、パウロとらでヤソンが家に迎え入れたのです。 彼ら皆イエスという別の王がいると言って、カエサルの象徴に背く行いをしていますということで、えね、王様はカエサルだけなのに、イエスという王様は、ね、イエスの罪状書きにもね、王と王を自称したってこ、ここに出てましたので、それをこう言っているわけです。で、これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺したと。 えー、で役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放したということで、まあ、まあ本人たち逃げちゃったのでっていうことですね。で兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレペレアに送り出したペレアペレアまたこう地図を載せときますね,本当ね、あのー、テサロニケの隣の町ペレアに逃げますと。えー 逃げながらそこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていったまた同じことをするわけですよ。でこの町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に見言葉を受け入れほらだからユダヤ人みんな敵じゃないよね。このペレアの町ベレアの町のユダヤ人は熱心に見言葉を受け入れ果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたこれ大事ですね。あのー 聖書を調べたり勉強したりっていうのをすごくあのー、なんかこうなんだろうねあのー、あんまりこう面白くないっていうか思う人いるけどこんな面白いことないですよ。あのー、でなんかあのこ言ば聖書ばっかりやってるとなんだろう立法的とかっていういいいいないいないかそういうまああのー、人もいるんですけども立法的っていうよりも面白いっすこれ。 で聖書,で聖書ここでも聖書、あのー、人の方だけ見てもそうですけども聖書が面白いっていうか聖書が素晴らしいから神様信じるしイエスキリストが救い主なんだってことも聖書御言葉から分かるんです、ねあのー、なんかこう感覚的に分かるんじゃなくて聖書見言葉から分かるだからダーラッシュですよ。ね、もちろんバーカッシュ、ね、感覚的なものも必要ですけどもでもダーラッシュダラッシュですね 御言葉からあこれ本物なんだってことが分かりそしてまたそれをまた調べね読んでさらにそれが分かっていくっていうそういうこのねみことの感動っていうのがこの町ペレアかなの町のユダヤ人たちにはあったと。 でそれで彼らのののうちち多くの人たたが信じたまたギリシアの貴婦人たちとして男たちも少なからず信じたということでこの町では本当にみんながね素直に信じたんですけどもところがですよもうテサロニケテサロニケのユダヤ人たちがペレアでもベレアでもパオロによってこの神の言葉が伝えられていることを知りやってきたと近いからね暇なのかなこの人たちねやってきて群衆を煽動して騒ぎを起こしたとあります。 もうでもないテサニ家の人たちねそこで兄弟たちはまたすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたがシラスとセメテモテはベレアにとどまったでパウロだけ逃がすととにかくパウロあれだしのねやっぱり目立つんでしょうねなんかこうだってバルナバとパウロ行った時もパウロだけ殺されそうになりましたからそういう役なんでしょうねパウロねでパウロを案内した人たちは彼をアテネまであいつの間にかもうアテネに来ました アテネまで連れて行ったそしてできるだけ早く彼のところに来るようにというしらすとテモテに対する指示を受けてその人たちは北に着いたということで今日は15節までですね。えー、はいこれしらすとテモテやっぱりついてきてたのねテモテねテモテしらすテモテというこのね優秀な二人を連れて、えー、パウロの。 旅でなんでしらすでもっていうのがペレヤにとどまったのかちょっと分かりませんけどもパウロとしては早くねついてこい早くあのこっちに来いと合流しろという、えー、ところまでですけども今日のところはやっぱりねこの聖書その通りかどうか聖書を調べるまた、えー、聖書を説明し論証し えー、聖書に基づいて論じ合うっていうことがすすごく重要なな大事なことだとだ思いますあのー、私バイブルスタディとかしてますけども違うなと思ったら違うなって言ってもらっていいと思うしあえて違うようなその変化球を投げてえそれ違いますよねっていうような、あのー、反応をねあえてこうやる時もありますと。 あの面白いからその方がなんかこう誰だ先生が言ってることを全部ね鵜呑みにして信じるのは信仰じゃありません本当の信仰というのはあの聖書み言葉に基づいて自分で論証するか自分でえ理解していくとですねこの福音が本当なのかどうか。 語られた言葉が本当に聖書の通りになのかどうか、そして聖書に書いてあることはどんなことが書いてあって、それは何を意味しているのかを人から言われるんじゃなくて自分でね、こう考えていくってことをもっとね私たちはやった方がいいと思います。えー、そのために毎日聖書を調べるとね、聖書研究っていう言い方はあれかもしれませんけども面白いね面白いから読むと。 えー、で読んでるうちに本当に面白いっていう、ね、体験を、えー、毎日あのしていきたいと思います。はいということで今日はここまでにしたいと思います。それではまたごきげんよう